ウィリアム・ヘイワード・ムーキー・ウィルソンは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、バンバーグ出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。元メジャーリーガーのプレストン・ウィルソンのまま父である。サウスカロライナ大学時代、ニューヨーク・メッツに指名されて入団。1980年9月2日にメジャーデビューを果たす。50日間に及ぶストライキのためシーズンが中断。 短縮された1981年には早くもレギュラーに定着し、その年は92試合の出場で打率、271、3本塁打、14打点、24盗塁。背番号は1で瞬足、高打の1番、センターで活躍し、本拠地、シェイスタジアムでは打席に入るたびに、もう大きいと、ファンが絶叫するような人気選手となった。 1982年は159試合で打率、279、自己最多の58盗塁を記録。肩が弱いこと、一番打者にしては、三振が多く出塁率が、やや低いことも影響して、1985年以後は、レニー・ダイクストラとのプラトーンシステムとなったが、ほぼ毎年100試合以上には出場。デイブ・ジョンソン監督がコンピューターを駆使して、 各選手の特徴を把握して起用した分、質の高い活躍をし、1986年から1988年までは、規定打席には満たないものの2割9部台を記録。1986年に、メッツは108勝54敗の圧倒的な勝率で、ナリーグ東地区を制し、ヒューストンアストロズとのリーグチャンピオンシップシリーズも、制してワールドシリーズに進出。 ボストン・レッドソックスとのワールドシリーズ第6戦はメジャーの歴史に残る一戦となった。10回表にメッツは2点のリードを奪われるが、10回裏、2失走者なしから1点を返し、さらに1点3塁としてウィルソンが打席に入る。ウィルソンは追い込まれながらもファウルで粘り、7球目が冒頭となって同点に追いつく。10球目を打ってファーストゴロとなったが、 レッドソックスの一塁手ビル・バックナーが痛恨のトンネルエラーを喫し、メッツがサヨナラ勝ちを収めた。勢いに乗ったメッツは続く第7戦も逆転勝ちし、チーム史上2度目のワールドチャンピオンに輝いた。その後も前述のように活躍したが、1989年は開幕から打率2割前後の打撃不振。シーズン途中にダイクストラとの交換でホアンサミウェルが 移籍加入してセンターを守ったこともあり、同年8月1日に2選手との交換トレードでトロントブルージェイズに移籍。その時点での打率は205であったがブルージェイズ移籍後は打率298の活躍でチームを地区優勝に導く。リーグチャンピオンシップシリーズではオークランドアスレチックスに敗れワールドシリーズ出場はならなかった。1991年まで ブルージェイズでプレーして現役を引退。メッツ時代に記録した281盗塁と三塁打62はいずれもメッツの球団記録となっている。引退後、1996年にメッツの殿堂入りを果たす。同年、ニューヨークのマーシー大学で学士号を取得している。1996年から2002年までと2011年にメッツの一類コーチを務める。 1999年には大型トレーラートラックの運転免許を取得し、オフシーズンに貨物輸送のアルバイトもしている。2005年にはメッツ参加の A 級ブルックリンサイクロンズの監督を務めた。プレストン・ウィルソンの母がムーキーの兄と結婚して、プレストンを産んだ後、ムーキーと再婚したためこのような家族関係となった。ありがとうございます。